どうも、お疲れ様です。ナミさん、いつも動画の方を送っていただきまして、ありがとうございます。あの、株1年生っていうね、そういったシリーズを2024年から始めていこうと思いまして、まあ、2024年を待つまでもなく、もう始めれるものは始めてしまえということでね、まあ、フライングスタートをしてるわけなんですけども、まあ、こちらの方ね、なかなかね、私としても新しい不老所属の形が見えてきて、興味深いなと思ってます。 確かに株の優待権ってずいぶん昔から私も知っていたんですけども株を買うってことにねこの私ですらかなり高いハードルを感じていて今までほとんどやったことがなかったんですよね。サラリーマン時代に上場前の会社に勤めてましたんで自社株をずっとね社員時代に買っていたことがあって、まあ、上場後に、えー、のー利益をねかなりいただいたっていう覚えがあったんですけどもそのぐらいなんですよね。 それ以来もう20年株の世界から離れていて証券口座は野村証券で作ったことがあったんですけどもそれぐらいなんですよね。で今後はですねあの一から始めるつもりであの株の証券口座を楽天証券などでねセルフバックで開いてそこからあ数ある優待券がもらえるようなねそんな株式しかも3万円以下とかね高くても5万円以下。 まあこんなところで誰でも買えると思われる株式を2024年は買い増していってで1年間でどのぐらいの利益を得れたかなそしてそれっていうのは株券を手放さなければ次の年もそのままもらえますからねもしかしたら買い増して買い増して買い増していくといろんなものがもらいながらね暮らしていけるのかなと思って今非常に楽しみにしておりますえ、まあ、考えてみるとこの株の優待っていうのは そうですね暗号通貨のステーキングの報酬みたいなもんですよね持ってるだけでなんかずっと美味しい目に会えるというのうね非常に楽しみですこれからもあのよろしくお願いしますご覧くださいませ。